ミカイル・グレゴリー・アントニオは、イギリス・ロンドン・ワンズワース出身のサッカー選手。プレミアリーグのウエストハム・ユナイテッド FC 所属。ポジションは MF、または FW。2002年にトゥーティングミッチャム・ユナイテッド FC のアカデミーチームに入団し、2007から08シーズンにプロデビュー。45試合に出場し33ゴール決め、2008年6月にレディング FC に移籍。 プレミアリーグからフットボールリーグチャンピオンシップに降格したレディングのトップリーグ復帰への切り札として期待されたアントニオだったが新天地に馴染めず2009年1月にトゥーティングにローン遺跡で復帰して以降あらゆるチームにローン遺跡を繰り返すシーズンが続くアントニオにとって天気となったのが2011から12シーズン途中に シェフィールド・ウェンズデー FC に移籍してから、すぐさまウェンズデーにフィットし、2012年8月に完全移籍。以降2シーズンをウェンズデーの中心選手として活躍した。2014年8月6日、ノッティンガム・フォレスト FC に移籍。50試合の出場で16ゴールを決める活躍を見せ、2014から15シーズンのクラブ最優秀選手に選出された。 2015年9月1日、プレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC と4年契約を締結。同月19日のマンチェスターシティ FC 戦の後半15分に、ビクター・モーゼスとの交代で出場し、念願のプレミアリーグ初出場が実現。2から1の勝利に貢献。12月28日のサウスンプトン FC 戦では、プレミアリーグ初ゴールを決めた。 2016年8月21日のボーンマス戦ではロンドンスタジアム史上初ゴールを決め勝利に貢献した。2017年5月11日ウエストハムとの契約を4年間延長した。2017から18シーズンはリーグ戦の出場が21試合と下がった。2018から19シーズンは右サイドバックとしての出場が主となり、出場機会が増加。 リーグ戦自己最多の33試合に出場し6得点を記録するなど、昨シーズンの調子を取り戻した。右サイドバックのポジションが、ライアン・フレデリックスに渡った2019から20、シーズンも、マヌエル・ペレグリーニに信頼されたが、8月末に、右ハムストリングを負傷し年内での復帰が、絶望的になった。七月十一日のノリジ戦で四ゴールを奪い、ウエストハムの選手としては、 プレミアリーグで4ゴールを決めた初の選手となった。21-22シーズン開幕から3試合4ゴール、3アシストで8月のプレミア月間最優秀、選手賞を受賞。21-22シーズン第2節レスター戦での2ゴール、1アシストの活躍で、プレミアリーグにおけるウエストハムの最多得点者もなった。2016年8月28日。 ワールドカップロシア大会予選、スロバキア戦のメンバーに選出されたが出番はなかった。2017年3月22日、ワールドカップロシア大会予選、リトアニア戦に向けてのメンバーにも選出されたが、怪我のため離脱した。2021年9月6日、カタールワールドカップ予選コスタリカ戦にて、ジャマイカ代表デビュー。ありがとうございます。